攻めたかというふうに感じました。ナイスサーブです。ワンタッチ、はい、パナソニックエネのオーバーネットですね。19-12、鹿児島銀行が追い上げております。やはりファーストサーブの入賞確率により、鹿児島銀行にリズムが取れてきた。レシーブです。いやブロックが反応したんですけど残念でした。ワンタッチで飛ばされてしまいました。20-12、マッチポイントです。パナソニックエナジーのマッチポイントです。時間差攻撃決まりました。やはりナイスレシーブが変わりますと、今のようなスコア、あるいは時間差攻撃、あるいは平行が決まるというふうに思います。パナソニックのオーバータイムでした。はい、20-14、まだパナソニックエナジーのマッチポイント続いております。20-14、パナソニックエナジーのマッチポイントが続いています。鹿児島銀行チャンス、ナイスレシーブ粘りです。最後パナソニックエナジーライト攻撃決まりました。21-14、ゲームカウント2-0で、パナソニックエナジーが鹿児島銀行に勝ちました。全体を振り返りまして、パナソニックエナジーのレシーブつなぎの良さ、それに対しまして鹿児島銀行のスパイクの思い切りの良さ、それが目立った戦いだったというふうに思います。事故と解説は小池でした。以上で終わります。閉めといた、はい、どうもどうも、うん。